横浜スタジアムです。高校チーム対先攻チーム、この試合の模様をお送りいたします。高校チームの先発は右の、先攻チームの先発は右の、この両投手の先発が発表されています。まもなくプレイボールです。まずは1回の表、バッターは背番号52第9、投げた、見送ってストライク、初球ストライクから投げた、スローカーブ、ボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました、高めボール球打った、ファール。次は4球目、投げました、見逃しの三振。バッターセカンド背番号44第9、投げました、初球打った、ボールはライナーでセンターへ、取りました。これで2アウト、ランナーありません。続くバッターは第9、投げました、初球から打ってった、三遊間の当たり、アウト、3アウトチェンジ。上々の立ち上がりを見せています。高校チーム立ち上がりを無得点に抑えています。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッターは第9、投げました、低めギリギリいっぱい、ストライク。まずは見送りました。第2球、投げた、ボール、バッターよく見ました。カウントはワンボールワンストライクです。投げた、打ちました、これは内野ゴロ、掴んだ、ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは第9、打ちました、初球打ち、打球は三遊間へ、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッター背番号11第9、投げた、初球打ちました、ピッチャー返し、ヒットを放ちました。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。第9、投げた、外れた、ボール、ランナースタート、投げた、ボールを2塁へ送った、判定はアウト、刺されました。1回の裏が終わりまして、高校チーム同じく無得点で終わっています。2回の表、先攻チーム攻撃に入ります。バッターは第9、投げました、外角低めいっぱい、ストライク。まずは入れてきました。第2球、投げました、ボール、カウントはワンボールワンストライクです。投球はこれから3球目、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次は4球目、投げました、打ちました、いい当たり、ショートバウンド取った、軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。第9、投げました、低めストライク。第2球、投げました、ボール、これはわずかに外れています。カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げた、スローカーブ、見送ってストライク。次は4球目、投げた、打った、これは平凡なレフトフライ、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはレフト背番号47第9、投げた、サークルチェンジャー、ボール、まずはアウトロー。第2球、投げた、ボール、カウントは2ボール。第3球を投げた、見送ってストライク。第4球を投げました、打った、ボールを掴んだ、一塁送球、アウト、3アウトチェンジ。三者凡退、無得点に抑えています。2回の表が終わって、先攻チーム無得点で終了です。2回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッター第9、投げました、カットボールはボール、ここはよく選びました。第2球、投げました、変化球ストライク、インコースへ。第3球を投げました、低め、外れてボール、わずかながら外れています。2ボール1ストライク、バッティングカウント、見送ってボール、カウントは3ボール1ストライク。
投げました。決まった。ストライク。第6球を投げた。打った。三遊間の打球取った。一塁アウト。これはアウトです。バッター背番号28第9投げた。ボール。先行チーム、ここは引っ張りに警戒します。第2球投げた。打ちました。ヒット。センターからセカンドへヒットを放ちました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。背番号20まずは一塁牽制。タッチはセーフ。第9ボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。タッチセーフ。第2球走った。キャッチャー二塁へ送球。盗塁成功。ランナーが二塁に進んでいます。投球は3球目投げた。3球目ストライク。次が4球目投げた。ボール。カウントは3ボール1ストライク。第5球投げました。ここは歩かされます。バッターは7番背番号23第9投げました。高めストライク。少し迷ったか。投球これから2球目。これは見送ってボール。外れて1ボール1ストライク。第3球外れた。ボール。バッターよく見ました。カウントは2ボール1ストライク。さあ4球目低め際どい。ボール。わずかながら外れています。カウントは3ボール1ストライク。ストライク。第6球を投げました。低め。空振り三振。バッターは8番第9ムービングファーストはボール。第2球投げました。ボール。カウンター2ボール。第3球を投げました。見送ってボール。カウンター3ボール。第4球を投げた。直球外れてフォアボール。これで満塁です。第9投げた。ドロップはボール。まずは内角低め。第2球2球目空振り。投球はこれから3球目。打ちました。三遊間のゴロ。サードこれは守備範囲内。二塁アウト。スリーアウトチェンジ。三塁にランナーを置きましたが先制点には至りません。2回が終了しまして0対0。高校チームチャンスをものにできませんでした。3回の表先行チーム攻撃に入ります。バッターはインロー見送ってストライク。第2球投げた。スローカーブ空振り。投球はこれから3球目。打ったいい当たりだ。ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。バッター背番号40第9初球を打った。セカンド後方へ飛んだ。余裕があります。取りました。これで2アウト。ランナーありません。そして続くバッターは背番号41第9投げた。ボール。まずアウトコース低め。わずかに外れました。第2球投げた。打った。ショートバウンドボールを掴んだ。うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。下位打線を三者凡退0点に抑えています。3回の表が終わって0対0両チーム無得点です。高校チームこの回は打順よく1番からの攻撃。バッターは最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました。ボール。第2球投げました。アウトコース低めストライク。タイミング合いません。第3球を投げました。3球目空振り。第4球を投げました。ボール。高め。カウントは2ボール2ストライク。投げました。打ちました。ピッチャー返し。ヒットを放ちました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9投げた。初球を送ってきました。ピッチャーの右へ転がした。アウト。さあ得点圏にランナーを進めました。ワンアウトランナー二塁に変わります。第9投げた。初球空振り。
第2球ドロップはストライク。第3球ボール、はっきりしたボール球、カウントはワンボールツーストライクです。投げた、空振り三振、ボール球に手が出てしまいました。バッターは4番、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。打ちました、一塁線鋭く切れていきました、ファールです。初球ファールから、投げた、打った、これはセカンド真正面、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。二塁までランナーを進めましたが、先制点を挙げられませんでした。3回まで終了しまして0対0、高校チームチャンスを生かせませんでした。第9投げた、外角低め、外れてボール。第2球投げました、ストレート見送ってストライク。第3球を投げました、打ちました、1、2塁間、ボールを取る、1塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは第1打席はセンターフライに倒れています。投げました、ボール、まずは膝元。第2球投げました、スローカーブ、ボール、カウントは2ボールノーストライクです。投げました、ボール、慎重に攻めてきます、カウントは3ボール。4球目ストライク、投球これから5球目、ここはフォアボールになります。これが初めてのフォアボールになります。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第9、一塁ランナー出た、二塁送球はどうだ、これは悠々セーフ、盗塁を許します。第2球、2球目ストライク。第3球を投げた、1球外した、ボール、カウントは1ボール2ストライクです。内角ボール球打った、掴みました、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。バッターは4番、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。投げた、スローカーブ見送ってストライク。第2球、2球目空振り。第3球を投げた、ボール、これはわずかに外れています。カウントはワンボールツーストライクです。第5球投げた、サークルチェンジ、空振り三振。ワンアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。4回の表が終わって0対0、高校チーム完全に相手打線を抑え込んでいます。4回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッター、第9投げた、初球から打ってった、打球は右中間に上がっている、ヒットになります。打ったバッター一気に二塁へ向かう、ツーベースヒットを放ちました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは第9、ライジングキャノン見送ってストライク。第2球投げました、インコース空振り、肩越しにランナー見た、セカンド牽制球です、2塁タッチセーフ。第3球を投げました、ドロップ空振り三振、3球三振に倒れました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは、今日の第1打席はスイングアウト、初球打って出た、センターへのフライだ、取りました、あと2塁ランナータッチアップ、ツーアウトランナー3塁に変わります。右バッターボックスは8番、最初のバッターボックスはフォアボール。第9投げました、外角高め際どい球、ボール、ここはよく選びました。第2球投げました、ボール、カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げました、ボール、カウントは3ボールノーストライク。第4球を投げた、アウトコース低めいっぱいストライク、ここは1球見ました。第5球投げた、直球
外れた、フォアボール。今日3つ目のフォアボール。第9球、ランナースタートを切った。キャッチャーここは投げてきません。高校チーム重要な場面で盗塁を決めてきました。ストライク、バッター追い込まれました。第3球は見送ってボール、カウント1ボール2ストライク。第4球はボール、わずかながら外れています。カウントは2ボール2ストライク。投げた、打ちました。十分ご注意ください。投げた、打った、痛烈な当たり、セカンドライナー。得点圏にランナーを送りましたが先制点には至りません。4回の裏が終わりまして0対0、高校チームチャンスを生かせません。5回の表、先攻チーム攻撃に入ります。バッターは第1打席はレフトフライに倒れています。サークルチェンジャーボール、慎重に攻めてきます。第2球、投げた、打った、落下点に入った、ファールグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。第9、打ちました、初球打ち、セカンドの左、セカンドから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。次のバッターは、最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。初球決まってストライク。第2球、2球目ストライク。さあツーストライクと追い込んだ。第3球を投げました、1球外してボール、わずかに外れました。カウント1ボール2ストライク。投げました、内角高め、ボール、強気で攻めてきます。カウント2ボール2ストライクです。投げました、ストライク、見逃し三振。最後は見逃し三振に仕留めました。5回の表が終わって0対0、高校チームここまでヒットを許していません。高校チームこの回1番からの好打順になります。バッターは第9、見送ってストライク。第2球、投げました、ライジングキャノン、空振り、タイミング合いません。追い込んで投げました、ボール、カウントは1ボール2ストライクです。第4球を投げた、流し打ち、どうだ、三塁線のゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター、これが3度目のバッターボックス。第9、投げた、外れた、ボール、バッターよく見ました。さあ次の投球、投げた、外角高め、ライジングキャノンは外れてボール、カウントは2ボールノーストライク。投げた、ストライク決まった。さあ4球目、ボール、カウントは3ボール1ストライク。第5球、投げた、ドロップ、空振り。投げました、打ちました、ピッチャー返し、ヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。そして次のバッターは第9、投げました、フォークボール、見送ってストライク。1球目ストライクから投げました、空振り、少し迷ったか。第3球を投げました、ライジングキャノン、空振り三振、全くタイミングが合いません。第9、ボール、まずは様子を見ます。ランナー走った、投げました、キャッチャー二塁送球、間に合うか、これはタッチアウト、盗塁失敗。5回までが終了しまして0対0、まだ得点に動きがありません。試合は後半6回に入ります。バッターは第1打席は内野フライに倒れています。投げた、初球空振り、タイミング合いません。第2球、投げた、アウトローへストライク、これで追い込みました。第3球、高め、空振り三振、見事なピッチングです。バッターは第9、投げた、ボール、慎重に攻めてきます。第2球、投げた、打ちました、掴んだ、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。
バッター今日は三振とセカンドゴロ。第9球投げた、見送ってストライク。第2球ボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました、3球目空振り。次は4球目投げました、ボール高め、これはわずかに外れています。平行カウント、投げました、流し打ち、三塁線、ボールが転がっている、あっと送球それた、アウトです。一塁はアウト、スリーアウトチェンジ。高校チーム後半戦幸先の良いスタートを切りました。6回の表が終わって0対0、高校チーム完全に相手打線を抑え込んでいます。6回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッター、今日はショートゴロとセカンドゴロ、見送ってストライク。第2球投げました、カットボールはボール、内角高め、カウントワンボールワンストライク。見送ってボール、ツーボールワンストライク、バッティングカウント。第4球を投げました、アウトロー際どい球、ボール、カウントはスリーボールワンストライク。投げた、際どい球、選んでフォアボール、先頭バッターフォアボールで出塁します。先行チーム内野陣はゲッツー体勢、投げた、打ちました、ボールを掴んだ、そのままベースを踏んでアウト、アウト、ゲッツー。バッターは今日3打席目。第9球初球を打ちました、これはファースト正面、そのままベースを踏んでスリーアウト。10番まで終了しまして0対0、高校チーム未だスコアボードは0のままです。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。バッター、今日はセンターフライとフォアボール、投げた、スローカーブ、ボール、まずは外角低め。第2球外角低め、見送ってストライク。第3球は低め、外角ストライク。次が4球目投げた、ボール外へ、カウントは2ボール2ストライク。次が5球目投げた、打ちました、いい当たり、ライト前ヒット、クリーンヒットです。ノーヒットノーランならず、初安打。バッターは今日はショートゴロとショートフライ。第9球ストライク、膝元厳しい球でした、まずは決めてきました。第2球これはボール、カウントワンボールワンストライク。投球は3球目投げました、ストライク、アウトコース厳しい球でした。追い込んでから外角、空振り三振、ここは三振に切って取りました。第9球投げました、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。一塁牽制球を送ります、タッチはセーフ。第2球投げました、ボール、外角高め、カウントワンボールワンストライク。第3球をストライク、伸びのあるストレート。第4球を投げました、見逃し三振。バッターは今日はレフトフライとファールフライ。第9球投げました、初球見送ってストライク、まずは入れてきました、投げた、打った、ショートライナー、一塁ランナー残塁に終わりました。7回の表が終わって0対0、先行チームこの回も得点を挙げられませんでした。7回の裏、高校チームラッキーセブンの攻撃に入ります。バッター、今日は三振とセンターフライ、初球外れても。第2球投げた、カットボール空振り、少し迷ったか。第3球を投げた、打った、セカンド左抜けるか、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター、これが3度目のバッターボックス。第9球投げた、ボール、まずは低め、ここはよく選びました。第2球投げた、ストライク、タイミング合いません。投げました、ボール、カウントは2ボール1ストライク。さあ4球目内角外れてボール、カウントは3ボール1ストライク。投げました、5球目ストライク。第6球を
投げました、打ちました、ピッチャー返し、ヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。バッターは1球外します。第3球は打ちました、左中間へ持っていきましたが掴みました、ボールは中継、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。降板マウンド上は今日2人目のピッチャーとして登板です。バッター、今日はここまで3打数1安打。第9、ランナースタート、ボールを2塁へ送った、タッチしてアウト、盗塁失敗に終わりました。7回までが終了しまして0対0、高校チームラッキーセブンは無得点で終わりました。高校チームピッチャーを変えてきました。マウンドを降りまして、右の今日2番手としてマウンドに上がります。8回の表、先行チーム攻撃に入ります。バッターは第9、ボール、第2球投げました、高め、ストレートは外れてボール、わずかに外れました。カウントは2ボールノーストライクです。引っ張った、ジャンピングキャッチ、ファインプレー、これでワンアウト、ランナーはありません。第9、投げた、初球を打った、1、2塁間への当たり、セカンドから1塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは今日はセカンドフライと三振、投げた、初球空振り、第2球低め外れてボール、カウントは1ボール1ストライクです。投げた、ストライク、追い込んで投げた、打った、取った、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ、3人でピシャリと抑えています。8回の表が終わって0対0、先行チーム未だスコアボードは0のままです。高校チーム、この回は打順よく1番からの攻撃。バッター、第9、投げた、あっとセーフティーバントだ、ボールを取る、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター、第9、投げました、アウトコース低めストライク、投球これから2球目、ストレートはボール、カウント1ボール1ストライク、投球はこれから3球目、打った、流し打ち、内野ゴロ、一塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。続くバッターはここまで2打席連続三振、初球から打ってった、これは打たされてサードフライ、掴んでこれで3アウトになります。高校チーム打順トップからでしたが三者凡退で攻撃を終えています。8回までが終了しまして0対0、高校チーム未だスコアボードは0のままです。ピンチヒッターは第9、投げました、低め、スローカーブ外れてボール、さあ次の投球、投げました、外れた、ボール、カウントは2ボールノーストライク、投球は3球目、投げました、打った、いい当たりだ、センター方向に持っていきましたが取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは第9、投げました、打ちました、初球打ち、ショートバウンド、ボールを取った、軽快な守備を見せました、これで2アウト、ランナーありません。第9、初球空振り、
初球空振りから。投げた、ボール、カウントワンボールワンストライク。第3球パームボール見送ってストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから第4球を投げた、ストレートはボール、これはわずかに外れています。カウントはツーボールツーストライク。投げた、外角高めいっぱい、見逃し三振。最後は見逃し三振に仕留めました。9回の表が終わって0対0。先攻チームこの回も得点を挙げられませんでした。降板右の今日3番手としてマウンドに上がります。ピッチャーのに変わりまして、9回の裏高校チーム攻撃に入ります。バッター、これが4度目のバッターボックス。初球を打ちました、センターへ飛んだ、グラブ弾いた、打ったバッターは一塁蹴って二塁へ、打球が転がっている、いいバッティングを見せました。初安打。ここまで2安打の一打サヨナラの場面を迎えています。第9球投げた、見送ってボール。第2球投げた、2球目空振り、タイミング合いません。投球はこれから3球目、決まってストライク。バッター追い込まれました。追い込んで投げました、ボール、カウントは2ボール2ストライク。次は5球目、ボール、大きく外れました。カウントは3ボール2ストライク、投げました、見逃しの三振。ランナー1人を置いて迎えるバッターは一打サヨナラのチャンス。第9球初球を打った、打球は左中間に上がっている、サヨナラかサヨナラか、ボールが転がる、ボールは中継、サヨナラ、サヨナラタイムリーで見事勝利に貢献しました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように1対0高校チームサヨナラ勝ちで試合を決めています。勝利投手は、敗戦投手は、実況担当は堂前秀夫で横浜スタジアムからお伝えしました。